ジェイソン・マキシエルはアメリカ合衆国入りのイリノイ州シカゴ出身のプロモトバスケットボール選手。NBA のデトロイト・ピストンズなどで活躍した。身長201センチメートル、体重118キログラム。ポジションはパワーフォワード。2005年の NBA ドラフトでシンシナティ大学からデトロイト・ピストンズに一巡目26位で指名された。 ピストンズ所属時、元チームメイトであるベンウォーレスと比較されることが多い、ためベビーベンと呼ばれる。テキサス州キャロルトンにあるニューマンスクール高校卒業後、新種なき大学に入学。201センチメートルとフォワードの割に身長が低かったが、ボブ・ハギンスコーチの指導を受け運動能力の高さを武器にハンデを克服した。 3年間のポストシーズンでの平均得点は17.3で FG 成功率は607である。4回生の時に1試合平均2.8ブロックを記録し、オールカンファレンス USA セカンドチームに選出された。大学の通算ブロック数は252に上り、これはシンシナティ大学の通算記録歴代2位の成績である。また、 通算得点は1566得点で、カンファレンス USA 史上13位という記録である。2005年の NBA ドラフトで、デトロイトピストーンズより1巡目26位指名で、入団した。初年度は26試合の出場に止まったが、その後年々出場時間を伸ばし3年目の2007から08シーズンには、全82試合に出場。主に、ベンチスタートだったが、 アントニオ・マクダイスのバックアッパーとして活躍し、特にディフェンス面では1.1ブロックと限られた出場時間の中で存在感をアピールした。その後、出場機会が伸びない時期があったが、2011から12シーズンにピストンズのヘッドコーチに就任したローレンス・フランクの方針により、先発に抜擢され、2012から13シーズンでは、 キャリア最多の71試合に先発出場した。2012から13シーズン後、FA となり、オーランドマジックに移籍した。2015年8月9日、天津ゴールデンライオンズと契約した。身長は201センチメートルで、インサイドプレイヤーとしては小柄であるが、幅のある体格とそれに見合わぬ、運動能力を武器に、ダンクシュートやブロック等。 非常に派手なプレーを攻守でできる純粋なパワーフォワードである。しかし、ゴールした以外での器用さに欠けており、ジャンプシュートやフリースローは今のところ彼の専門外である。ありがとうございます。